宗形市長の伊豆美佐子です。国道3号は九州県の人流や物流などの経済活動を支えるための広域道路ネットワークを形成する重要な道路であって、宗形市を含む福岡都市圏と北九州都市圏とを結ぶ重要な幹線道路です。 この国道3号岡垣バイパスの4車線化の完成によって福岡市と北九州市を結ぶ最後の2車線区間が4車線になり2月3日から全線開通しましたこの事業を牽引していただいた北九州国道事務所の皆さんの ご尽力に感謝を申し上げます。また、安全第一で工事を進めていただいた工事関係者の皆さん、そして工事の施工に際しご協力をいただいた地域の皆さんに感謝を申し上げます。この国道3号岡垣バイパスの4車線化によって、 人、物の交流はこれまで以上に活発になり、地域や産業の活性化、そして災害時の安全性、信頼性が向上することとなります。宗方市においても市民生活や観光振興の面で、この四車線化の効果を 大きく期待しております。福岡県内、九州内、全国の皆さん、新しくなったこの道路を使って、ぜひ胸型にお越しください。